やはーちゃんです。今日は女の子が一人でやってることっていうか、板垣あずさが一人でやってることを大調査でいいんですか？え、何一人でやってること、一人でやってることか、そっち系のやつじゃなくて普通のこと。それはお任せします。だって別に一人でやってることなんか大体みんなもう想像つくじゃん。そんなもんじゃねみたいな。だってメンズもするじゃん、女子もするじゃん、おあいこじゃんってことで大体話終了するけど、いい、大体な、一日で何時から何時は一人の時間と。あーちゃん1日で1人の時間を使えるのが8時半ぐらいから夕方の4時ぐらいまで、もうギリパートタイム時間。その時間1人の時に、まあ、何をしてるんですかみたいな話ですね。その時間に正直だからあんみたいなこともも、うあるよね。あるんですか？あるよ。だって夜おちびおるしとかあるじゃん、そわそわしちゃうじゃん。日中にすることってあります？あるあるよ。全然、あ、朝がいいって、ま、なんか言ったら、あ、朝が一番好きなんだよ、ほんと。じゃあ一人になってからすぐするんですか？さすがにすぐ、やっぱその一番の欲求、一番にぶつけたい時もあるけど、でも本当にすぐする時って、もう全力でそこしないと他のこと手つかない時。それを一回消化しないと何も手つかんなってなったらする。けど、基本的にはやることやってからす。落ち着いてからす。落ち着いて。本当にやっちゃう。マジで一生キッチンにいるんですよ。キッチン族なんですよ。いや、昼間からドランカーとかしてないよ。キッチンドランカーとかしてないんだけど。ずっと冷蔵庫の整理したりとかして、それが落ち着いたらやっと掃除してとか。あとお風呂入ってる時もありますね。エステ行く日もある。まあ、それはでも月1とかだから、月1、2とかぐらいなんで。エステ行ったり、ネイルしたりとか、まつげとかは月1、2とかだから、まあ、髪もするじゃん。まあ、それはもう本当にその日だから。家にいて特に何もない時でしょ。あ、じゃあよく言われる、声帯が読めないファンの人にも言われるんだよね。実在してるんですねみたいな。これ監視カメラ。え、マジ絶対見てある程度はあんちゃんの、あんちゃん本当に冷蔵庫の前で朝ごはん食べるぐらいせっかちなんですよ。立ち納豆マジでしてて、あの時間ないってよりかは座るのめんどくさいってだけなんですけど、それぐらいせっかちなのに結構ダラダラとかしてるから、ダラダラしてますよ。全然携帯見てとかですか？あ、もうね、ちゃん5分携帯見てたら寝ちゃうの。あの、用事があって携帯いじる以外。だから、なんか、ぼーっと携帯見るとかあんまできなくて。5分とか、だらだら携帯いじるってもう決めたら、あちゃん30分とかアラームかけて、一回仮眠します。起きて、あーんみたいなことが起きる時もある。暇さえあればですか？暇さえあれば。メンズもよくあるでしょ、暇さえあって。ちょっと、なんか、こう、スッキリしないな、みたいな。ちょっと気合い入れようかな、みたいな。気合い入れるための、あーんってやつ。いや、絶対あると思うんだけど。ちょっとこう、シャキッとしようみたいなね。体重たいな、ぐらいの感覚よ。軽くするためにしたりもします。え、私、今のとこまだそのさ、それしか喋ってなかった。趣味があんまないんですよね。あ、趣味マジで無趣味。あのね、本当に無趣味なんですよ。みんなそんなよく趣味にこう、趣味に時間費やすじゃん。ないな、あーちゃん。そんなに時間あるのみんな。いや、あるでしょ。え、マジでないよ。だから、8時半から4時の間ってめっちゃみんな早くて、もう帰ってきたら一人の時間ってほぼないから、自分のことに時間使うってことがほぼないのね。もう本当に合間にこう携帯やって、SNS 更新したりとかするぐらい。あとなんか次何しようかなとか。なんかそれぐらいのスケジュール調整とかなんかもろもろあるじゃん。あとお母さんなんでお母さんからの連絡とかめっちゃ来るの。ほんと勘弁してほしい時あるんだけど。一人の時間があんまないから、夕方過ぎると、お風呂入れてバタバタしてる小僧がいますし、なので、そのお昼の時間あっという間に過ぎちゃうから、趣味とか好きなことって一人で全力で集中してやりたいでしょ？みんな多分絶対そうでしょ？邪魔されたくないじゃん。だから、もうそのタイムリーしかないんだけど、あ、じゃあそのタイムリーの中に夕飯の準備もしなきゃいけない。そう。だから、一人の時間なんだけど、一人の時間じゃない時間が結構あるの。これやっとかなきゃいけない。買い物行っとかなきゃいけないとか、なんかいろいろあって。真面目なんですよ。めっちゃ真面目なんですよ。あの、スーパーのポイントデーとか絶対見逃したくない話。マジで。だから、そういうので、やばい、今、これしちゃうと、ポイントデー見逃すとか、ついついダメなんで、先にそれ済ませてとかやっちゃいますね。いいよ、今度、買い物にストーカーしてきても。買い物動画ですか？いや、ほんとに、あんちゃん、マジで割引シールばっか買うよ、あの、お肉とか。それ冷凍する。全然想像つかないでしょ。まあ、全然想像はつかないですね。ママチャリ走ってる。見たことあるじゃん、はい、ママチャリ走ってるの。全然ママチャリブンブンしてる。マジでスーパーで割引シール狙いで買ってるし、お肉とか系は高いスーパー行けない。
高いスーパーなんか行くと負けた感すごいよマジ。あーちゃん若い時はコンビニ大好きマンだったけど、もう今コンビニもったいなくてほとんど買わないよ。だいたい生態分かってきたでしょ。要は短時間で10分とか30分とかで没頭できる趣味みたいなのがあればいいよねみたいな。そうだからそれがほとんどあーんなだけじゃん。ちょっといいでしょ、メスじゃん、もうオスっぽくていいでしょ、オスっぽくて。オスっぽいよね。サクッと、ちょっと、その辺の風俗行くぐらいの価値観よ。ちょっと、肩凝ったな、ちょっとサクッと。それが衰えることはまだ衰え知らない感じですか？あ、ないね、別に。ただちょっとほら、秋は来るじゃん。秋が来るルーティーンはある。あと、本当になんかもう普通に一人じゃなくて、普通に相手欲しいパターンの時があるから、普通にやりたいってやつね。普通に、一人とかじゃなくて普通にやりたいみたいな。そのパターンはあるよね。だからそれが叶わないんじゃない？突然は不可能じゃん。それはもうちょっと半分ぐらいイライラしながらスーパー行ってる。もうわかんない。あと何？女の子って一人で何してんの？多分だけど、あちゃん想像していい？じゃあ、もう完全に一人身だとして、まあ、年齢も一回スルーして考えて、多分、ほんと女の子が家の中で男がいなくて、男が、の目線がないところでやってることなんて、男の人よりひどいよ、多分。寝ながらお菓子とか食べてるよ。あと、すぐに取れるところに飲み物置いたりするし、冷蔵庫に行くのもめんどくせえみたいな、その発想で過ごしてる女の子いるし、多分漫画好きなら漫画読むでしょ？一生漫画読むでしょ？ゲーム好きなら一生ゲームするでしょ？外に出ないから多分、お風呂気が向いた時にしか入らないじゃん。下手しだって化粧してないからお風呂入らないって子めっちゃいると思うんだよね。外出てないからいいやみたいな女の子めっちゃいるから、なんか知り合いとかに。男も女も一緒。変わんないと思うよ。普通にお布団の中とかでおならとか平気でしてると思う。いや、男の人が近くに行ったら絶対トイレに行って、エチケット的な話でちゃんとすると思うんですけど、まあ男性も女性もわかんないけど。多分、男の人も女の人もさ、普通に一人だったらだってどころ構わずするでしょ。そんなもんだと思うんだよね。ちなみにあんちゃんはなんですけど、おちびに何か言われるの嫌なんで、もうほぼ男性が近くにいると思って時を過ごしてるんで。お前のお母さんとか、なんか、自分のお母さんがどうのこうのとか外で言われたら嫌なんで、常に男が近くにいると思って過ごしてます。意識高いよ、だから多分あんちゃん。真面目で意識高い。マクソ真面目の意識高いやつで、ただの。なので、大した話ないです。もういいかな。後日またルーティン動画を。マジ、でも監視カメラだけは本当やめてね。なんか板垣の乱れた性生活バレるのだけは嫌。わりかし健全だわ。なんか健全すぎてみんなちょっとがっかりすると悪いからやめてください。はい。あーちゃんほんとマジで超健康体なので、健全な投稿が見たい人はインスタグラムに行ってください。大体生態わかります。ほんとにろくに何も趣味ない感じですけど。ツイッターばっかり見てると、いやいや、板垣さんそんな子じゃないでしょってなるし、インスタばっか見てると、なんか板垣さんめっちゃヘルシーだな、みたいな感じになるんで、両方見てください。よろしくお願いします。見たよーってコメントください。はい。あとは高評価登録、よろしくお願いします。では、あちゃんでした。バイバイ。